は音声生成ソフトのマナです。今日はパパと一緒に金沢市のトムロスポーツ公園っていうところに遊びに来たよ。ローラー滑り台は調整中で遊べなかったけど、楽しそうな巨大遊具だね。これいけるいけるかな、うん、こっちから行ってみよう。向こう側がどうなっているか気になるひろとくん。坂に遊具が作られていて立体的になって楽しそうな公園だね。変なオブジェがあるよ。これも遊具なのかな。スポンジみたいな素材で柔らかいから落ちても大丈夫そうだね。落ちるよ。落ちるよ。ピュンって落ちるよ。次はトランポリンで遊んでみよう。行く？クック脱ぐか。